こんにちは、ラブライフ香港です。今日はスターフェリー乗り場から IFC 脇に通じるこの通路、そうです、セントラルに来ています。ビジネスの中心地セントラルには香港のアイコニックな建物が立ち並びます。大手銀行の香港上海銀行や中国銀行などが見えますね。そして今日はこちらのホテルに泊まってみました。どこかわかりますか？そうです、マンダリンオリエンタル香港にやってきました。マンダリンオリエンタルは1963年開業で、香港島にあるホテルの中では一番開業が古いそうです。黒の大理石が使われたロビーはなかなか落ち着いた豪華さが漂います。チェックインをしてお部屋があるフロアに向かいます。廊下の内装もシックでオリエンタルなテイストになっています。それでは客室に入っていきましょう。お部屋の広さは約40平米ということで、なかなか余裕のある広さです。この客室は残念ながらオーシャンビューではないのですが、正面に広場があり、視界が広々としたお部屋です。 HSBC ビルや旧立法会ビルが見え、ザ・香港の中心地という景色ですね。この真下の広場はスタチュースクエアという公園です。左手の方にはビクトリアハーバーも望むことができます。それでは次は浴室お手洗いを見てみましょう。右手にシャワーブースとおトイレがあります。ガラス張りのモダンな感じがしますね。そして中央に洗面台が置かれています。両サイドから使うことができるので、2人同時でも使いやすいレイアウトになっています。そしてこちら、ベッド横のガラス越しのバスタブです。かなり大きくて深めで、ゆっくりとくつろげそうなサイズです。洗面台横にテレビが設置されており、バスタブに浸かりながら見ることができます。では次にシャワーブースの中を見てみましょう。シャンプー、リンス、ボディジェルはリプティックのものでした。こちらはフランス・パリ発のブランドだそうです。タオルに施されたマンダリンオリエンタルのシンボルマーク、かっこいいですね。それではクローゼットを見に行きましょう。バスローブやハンガーがたくさんあります。その他にもスリッパや傘などちょっとした備品が置いてあります。バスローブにもマンダリンオリエンタルのロゴが胸についていますね。そしてこちら、紫色のいかにも中華な感じのパジャマもありました。こちらの入り口から入るとシックな感じの物置場があります。かなり広めで使いやすかったです。次に入り口横のこの棚を見てみましょう。セーフティーボックスがあったり、コーヒーマシンがありました。引き出しの中にはコーヒーカップや
コーヒーカプセル、コーヒーフレッシュなんかもあります。この黒っぽい箱は何かよくわからなかったです。これは多分ランドリーバッグかなと思います。そして入り口に一番近い扉の奥には小さい小窓のようなものがありました。こちらのボタンにはバレットピックアップ、バレットデリバリーとあります。多分ここでランドリーをお願いしたり受け取ったりできるようです。次にテレビの下の収納部分です。ティーカップに電気ケトル、ティーバッグが置いてありました。そしてこちらのドアがミニ冷蔵庫で、ビールや炭酸飲料、フルーツジュースやシャンパンなどが冷やされていました。さてここからちょっとピントがぼんやりしておりますが、室内の様子をどうぞご覧ください。ベッドの脇にはこのような感じの照明のコントロールボタンがあります。こちらのコンセントは日本の電源プラグにも対応できるタイプでした。ナイスですね。そして充電用 USB ケーブルの差し口もバッチリ完備です。ベッドの向かいの壁にかけられた大型のテレビの下にはウェルカムドリンクが置かれて、それから何か小さな缶が置かれています。どうやらウェルカムギフトのようです。見てみるとプアル茶が入っている小さな缶でした。こちらの窓側のスペースには大きなソファーが置かれており、こんな感じでハーバービューを楽しみながらなかなか気持ちよく過ごすことができます。こちら側にはワーキングデスクがあり、 IT フォンやスピーカーなどがあって仕事がはかどりそうです。マンダリンオリエンタル香港にはかつてバルコニーがついていたそうです。このワーキングデスクがあるスペースがもともとバルコニーだったのだと思います。そのおかげで広々と快適に過ごせる客室になっていますね。はい、ということで今回はマンダリンオリエンタル香港の客室の様子をご紹介しました。今回はステイケーションのパッケージで宿泊したのですが、パッケージにはアフタヌーンティー、ディナーと翌朝の朝食ブッフェが含まれていました。次回はその様子をご紹介したいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ハーチギンラー、バイバイ。